ずるいよいきなりサビからじゃわからないよ今夜もあなたとミッドナイトマージンコールマネーネバースリップスの時間ですさあ今夜ご紹介するのはこの方ですモルガンスタンレーにクレジットデフォルトスワップ取引で90億ドル損失を出した男ハウィーユブラーです幼い頃から短期で怒りっぽいユブラーだったんですがそんなユブラー大学卒業後モルガンスタンレーに入社して債券トレーダーとして働き始めます そして入社して数年後の2003年、モルガン・スタンレーは、サブプライム住宅ローン債を空売りする目的で、独自のクレジットデフォルトスワップ、CDS を立ち上げました。そのグループで、ユブラーは責任者に就任しますが、まあ、そこで成功を収めて、2006年には会社全体のなんと20%の利益を出していたんです。 そんな目覚ましい活躍もありユブラーは2006年にモルガンスタレンレーに新設された CDS 部門グループのマネージャーに昇進しますこのグループは会社の中で言うとまあ収益率の高い取引を早く提供できるグループという位置づけで設立されたんですえ、またこの CDS グループは CDS とモーゲージ担保の債建担保証券 CDO の販売をしていました ただ、このクレジットデフォルトスワップ取引の性質上、ですね債券がデフォルトと見なされるまでは、買い手に手に数料を支払う必要がありましたそのため、ニュブラーは CDS 取引を維持するために、多額の資金を支払わなければいけなかったため、収益率低かったんですね。 そこでユブラ、なんとかどうにかして資金を調達しようと、市場アナリストがリスクが低いと判断したトリプル a 格付けの住宅ローン債を160億ドル売却しました。ただ、この売却は全く価値のない売却だったんです。この時から徐々に損失が出ていたにもかかわらず、ユブラは何としても俺は利益を出すんだという確固たる自信があったんです。 また上司も怒りっぽいユブラに対して損失に関して口出しできなかったんですねしかし2018年に起きた金融危機で損失はさらに膨れ上がりユブラはついに手に負えなくなりましたこの結果ユブラ率いるグループは90億ドルの損失また会社としては総額で580億ドルという巨額損失となりましたこの損失でユブラは会社から1万ドル渡され解任されました とということで今回は史上3番目に大きなトレーディング損失をもたらした男ファビー・ウプラーをご紹介いたしました。